私は写真家の細江栄光であります。まだしばらく生きてますから僕はね、人間のね、肉体にものすごく関心と興味がありましてね、最初の写真作品者1960年だったかな。1960年っていうのはね、ヌードも別にね、もう珍しくも何でもない。だから裸だっつってわーなんていうのはね、これはもう全然低いレベルですね。やっぱり見た時におっと驚くね、もの、肉体の美しさとかね、力強さとかね、そういうものが作品の中に出てくるわけですよ。バラの刑罰、1963年ですよ。このね、バラ系はね、三島さんにつけてもらったんだよ。三島さんがなんか僕の作品をね、なんかどっかで見たんだよ。それでね、僕に写真撮ってもらいたいっていうことを集英社のね、編集者を通してね、言ってきたんですよ。あちらはすごい有名でしょ。僕はまださ、まだ青二歳だからね。これがですね、1963年の初版バラ系です。三島さんと僕のサイン入り、被写体及び序文は三島由紀夫。やっぱりね、三島さんっていうのは大作家だと思いますよ。こんななんということもないのにね、書くこのね、本にね、気品があるんだよ。気品とね、鋭さ。あの人だけど、残念ながらノーベル賞はもらわなかったけどね。これ三島さんの家で僕が撮影したんだけど、塀の間がね、これね、1メートルもないやね、ここな。それで僕はこの2階のね、窓からね、こうやって、これはスタジオですね。こっちから光を当ててますから、こっちは黒い反射のないものを置いといてね、でこれはストロボの光っていうことが分かりますからね、何百分の1秒でパッ、コピーフィルムなんです、これ。だからここ真っ白でここが黒の。僕はもう写真はちょっと非常識な写真が多いけど、三島さん本当に僕の言う通り何でもやってくれましたね。ほんの三島さんが人にね、ぐるぐる巻きにされたらなんていうことはありえないんだよ。痛いとか痒いとかね、足がもう潰れたとかね、そんなこと一言も言わなかったね。はい、わかった。裸というものは人間の根源的なね、存在感をね、示すものであると。そういうものをどのように写真の中で表現することができるかというようなことで苦労しながらさ、作品を作るわけですよ。あの時はね、森山くんだったように思うな。森山くんは非常にね、忠実なね、真面目なね、助手でしたよ。大阪からね、出てきてね、助手にしてくださいっていうのね。僕の家に一緒に帰ろうなんてね。したらね、上へ来たらね、さーって言ってね、自転車洗い始めたんですよ、僕の自転車ね。え？突然？うん。助手というものはそういうものだというふうに。思ってた？思っていたんだろうね、大阪でね。君ね、そんなことしなくてもいいよ。ね。ちゃんと手を洗って、うちに入りなさい。夕飯だったかな、ご飯ごちそうにしてあげてね。いろんな話。全部でね、2ヶ月かな。フィルムはそうですね、何十ですね。何十。うん。三島さんだってさ、すごい売れっ子でしたから。そんなね、写真にね、撮るのに。でも、三島さんのお父さんも写真好きなんですね。僕が写真撮りに行くとね、細江さんって出てくるんですよ。そこでね、
写真の話なんかする、ああこれはいいタイミングだなと思ってね、僕もね真剣になってお父さんにね挨拶して、だからお父さん細井さん次いつ来るのかなんて、三島さんが亡くなった日はですね、香港に行ってた時だな。新聞で見たの。ね、それで香港での用事をね、一日でうわーってしてるんです。で、すぐ帰ってきたんですよ。それで三島さんの家に行きましたね、僕は。死がどうなのとね、そういう話したことないですね。一切。ずいぶんいろんな話をしましたよ。だけどそんなにね、深刻な話をしなかったな。深刻な話をね、したらね、写真機が硬くなっちゃうね。時代に合わせてうんぬん考えたこともない。自分勝手の主観主義的写真家とでも言うかな。写真そのものが一つの重要な一枚が、重要だ、ね、フィルム今36枚10本撮ったら360枚、覚えていないものはね、自分にとってねほとんど意味のない写真ですね。意味のないところにはね目は行きませんね。